東京都立大学都市環境学部の紹介ビデオをご覧いただき、ありがとうございます。都市環境学部長の吉川徹です。21世紀は都市の世紀であると言われています。これは、21世紀の初頭から世界人口の半分以上が都市に住むようになるからだと考えられます。したがって、理想的な都市環境の実現は世界的な課題です。都市環境学部は、 この世界的な課題に応えるために2005年に東京都が当時の都立4大学を統合した時にその都市環境に関する教育研究資源を結集しして創設さされました。さらに2018年には自然人間物質エネルギー情報構造物人工物という6つのキーワードを共有する6学科体制に拡充されて今に至っています。 その都市環境学部ならではの学びの特徴は深く広い学びとまとめることができます6学科はそれぞれ専門を深く学ぶカリキュラムを提供していますそれに加えて都市環境学部では複雑な都市環境に対応するために学科を超えて広く学ぶことができます例えば学部科目の GIS 演習では都市や地域を考える上で有用なスキルである地理情報システムについて様々な学科の教員が 実践的な講義と演習を提供していますまた大学院博士前期課程科目の都市環境科学特別講義第1では都市大気環境研究の最前線をテーマとし大気科学、都市気候学、建築学、交通学から学際的、多角的に学ぶ機会を提供していますこれらは世界都市東京都が設置する唯一の公立総合大学である 東京都立大学において都市環境に関する教育研究資源を結集した都市環境学部だからこそ得られる機会です大学院という言葉が出てきましたのでそれについて説明しますますます高度化する都市環境問題に対応するには学部の4年間に加えて大学院でさらに学ぶことが効果的です6学科のうち 卒業生を出して間もない観光・都市政策を除いた4学科を見てみると、4割から8割の学生が大学院に進学しています。とりわけ、国際的に通用するスキルを身につけるためには、大学院への進学はとても有益です。この国際的というのは、都市環境を学ぶ上で欠かせないキーワードです。都市の世紀においては、地球全体が皆さんの活躍の場です。 世界人口が約80億人であるのに対して、日本の人口は1億人ですから、皆さんの未来にとって日本は小さすぎるのです。コロナ禍の直前のデータですが、2019年度の留学実績はご覧の通りです。入試においては、専門知識を武器に、 多様な人材の中でもリーダーシップを発揮できるグローバルリーダーを育成する東京都立大学グローバル人材育成入試で都市環境学部に入学することが可能ですまた在学中に様々な国際化への機会を提供しています国内にいても英語による授業科目の履修や留学生との交流によって国際化へ一歩踏み出すことが可能です留学に関わる経費の一部補助のメニューも利用できます 最後に、キャンパスについてご紹介します。都市環境を学ぶには、優れた環境を身をもって体験することが重要です。東京都立大学南大沢キャンパスは、自然、人間、構造物、人工物が調和した美しい作品です。この素晴らしいキャンパスで、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、皆さんこんにちは。地理環境学科の学科長の鈴木です。これから学科紹介を始めます。 よろししくお願いしますさて地理環境という言葉の意味ですが人間を取り巻く自然環境と人間が作った環境この両方を指します。現在人類が直面する文明や社会のさまざまな問題の解決には地球すなわち自然環境と人間 そのの両者にまたががる領域でで研究が不可欠です。地理環境学科では地理学を基礎にした環境科学の立場からそうした課題に取り組む人材を育成してきましたさて東京都立大学の地理環境学科の特徴の一つは東北大学筑波大学とともに日本で数少ない理系の学部に所属する地理学教室であることです。 理系、すなわち実験系であるため比較的充実した設備によって最先端の研究教育が可能な環境が整っています <laughs> また教員15名に対し1学年の学生定員は30名と少人数教育を行っている点ももう一つの特徴です地理環境学科は地理学を基礎にした環境科学の 理論と方法によって教育研究を進めていますその特色は自然環境と人間のダイナミックな関係についてフィールドワーク、地図、GIS、地理情報システムのことですこれらを使って総合的にそれらを捉える点にあります地理環境学科には現在地形地質学研究室、気候学研究室 環境地理,学研究室地理情報学研究室そして都市尋問地理学研究室がありましてこれらの5つの研究室を基本的なユニットとなって研究教育が行われていますさて地理環境学科のカリキュラムは1年生で専門教育の準備として基礎的科目を履修し2年 3年でより専門的な実習と専門科目を学習する積み上げ方式になっていることです3年生からは所属自体研究室を見定めながら1週間程度の調査・実習がありますそして4年生ではこれまでの集大成として卒業論文の作成を行いますこのスライドは様々な 実習の風景を映し出したものです。例えば地形地質では、このように野外で地層の観察をしたり、地形の観察をします。それから測量であるとか、気象観測であるとか、こういったものは、さまざまな研究機器を使って、具体的なその数値としてデータを取得するということです。 また最近ではドローンなんかを使ってさまざまな地形それから植生のデータを取得するというそういうような作業もなされています。また都市尋問では都市のさまざまなデータをこうした GIS の章を用いて図化しそれをまた解析してその仕組みを調べていくというそういった研究がされています。さて 地理環境学科でで取得できる資格についいいて紹介したいと思います卒業と同時に全員が取得できる資格としまして1つ目技術手法がありますこれは JABI 日本技術者教育認定機構が認定するプログラムですもう1つの全員が取得できる資格としまして測量手法がありますそれから所定の単位を取得して得られる資格として地域調査士 GIS 学術士、そして教員免許、これは中学、の理科、社会、高校の理科、地理歴史がありますまた、学芸員資格を取得することもできますこのほか、在学中に気象予報士や地図力検定の資格を取得する学生も数多くいます さて卒業生の進路についいいいてて見ていきたいと思います前身となる旧東京都立大学理学部地理学科そして首都大学東京都市環境学部地理環境コースとこれまで、えー、さまざまな、えー、歴史を持っていますがこれまでの卒業生を合わせますと、えー、1500人近く、えー、いますでその進路をグラフで示したのがこの図です。 大学院進学がお,およそ40%、それから公務員、教員、特殊法人と合わせて、えー、約20%ぐらい、それから民間企業が40%ぐらいということで、まあ、非常に幅広い業種に卒業生を送り出しているということが特徴と言えます。さて、 最後に地理環境学科に入るためにはどうすればいいかこの点について触れたいと思います。地理環境学科の募集定員は合計30名です。学力試験による一般選抜がありますがそれ以外に学校推薦型選抜である一般推薦入試があります。そのほかいくつかの総合型選抜があり えー、特に当学科のユニークな選抜方式としまして、えー、大学の授業を体験してもらうゼミナール入試があります。昨年度から9月に募集して10月にかけて実施することになりました。その他の総合型選抜としましてグローバル人材育成入試科学オリンピック入試などを実施しています。 詳しくは大学の入試広報のウェブサイトなどをご覧ください。以上で地理環境学科の紹介を終わります。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それでは、都市基盤環境学科の内容について、理想の方から説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。我々には、 日々の人々の暮らしがありますまた社会経済活動が行われているところで私たちは暮らしていますそもそも私たちの生活を支えているものには何があるのでしょうかその一つにはインフラ構造物があると考えられていますインフラ構造物には何があるのか思い浮かべてみてください実はここに示したように河川 上下水道、道路発電所など、たくさんのものが存在しています。しかしながら、我々の暮らしには、さまざまな課題が存在しています。例えば、地震、津波、気候変動、豪雨といった災害の発生、そして、身の回りとの環境と共生を図っていく必要もあります。また、少子高齢化、 そして、将来的には税収も減少していくと言われています。考えるべきことは様々あります。これらの課題を解決していくのが、私たちの都市基盤環境学科のミッションと言えます。都市の基盤施設に目を向ければ、どのように計画、設計、建設するか、どのように維持、管理、更新をしていくか、また、 都市の安全に関してはどのように災害を防ぐかどのように住民を守っていくかまた都市の環境に関してはどのようにそもそも環境というものを創出していくのかどのように生態系と共生するのかといったことが考えられます。我々都市基盤環境学科ではこれらの課題解決のため取り組むべく分野を大きく3つに分けています。 すなわち、社会基盤分野、環境システム分野、そして安全防災分野です。将来の都市基盤を作ることに携わろうとする皆さんとで学習、そして研究を進めています。それでは、この3つの分野についてご紹介したいと思います。それでは初めに、社会基盤分野についてご紹介します。 社会基盤分野の取り組みとしましては、橋・道路・鉄道・空港・港湾等のインフラについて、計画・設計・維持管理の方法を学んでいます。例えば、構造・橋梁工学、道路交通工学、土木計画学・公共政策等が挙げられます。また、先ほどご紹介したように、人口減・高齢化の進展・税収減・ 施設維持費の減少といった課題が生じているとともに、高度計算成長期に集中的に建設されたインフラの老朽化も進行しております。そこで、先端的な課題として、新たな国土形成、インフラの長寿命化に関する検討を行っており、例えば、点検技術、補修工法、維持管理技術の開発に関する研究にも取り組んでおります。 続いて、環境システム分野についてご紹介いたします。環境システム分野では、都市の上下水道システム、貯水池や沿岸の水環境などについて、解析、設計、評価方法を学んでいます。例えば、上下水道工学、水理学、数値流体工学等の分野が挙げられます。 近年では想定を超える激甚災害の多発、膨大な災害廃棄物の発生、水辺環境や生態系保全の必要性が叫ばれております。このため先端的な課題としては災害廃棄物の処理、また防災と環境の両立といったテーマを設定しており、例えば廃棄物処理計画学、水門学、水資源工学といった分野において、 廃棄物輸送計画、水循環などに関する数理モデルの開発を行っております続いて、安全防災分野についてご紹介いたします安全防災分野においては、地震、火山などの自然災害の減少の解明、またリスク評価防災システムについて学んでいます 先端的な課題としては、複合災害への対応、また、ハード対策・ソフト対策の検討を行っており、土質力学、物理探査、地震工学といった分野において研究が進められています。また、コンクリート構造物や地下構造物の合理的設計法、施工耐久性能の向上、 新材料の適用についても学んでいます。コンクリート材料、コンクリート構造学、トンネル地下空間工学等が挙げられます。続いて、カリキュラムのご紹介をいたします。まず、1年次では、数学、物理、英語といった工学全般の基礎を学習するとともに、様々な科目の履修を通じ、教養を勧誘いたします。また、 基礎ゼミナールと呼ばれる科目で、プレゼンテーション、ディスカッション等ゼミナールの基礎技術を習得いたします。続いて、2年次では構造力学、土質力学、水理学といった専門科目の基礎がスタートいたします。また、3年次になりますと、水循環工学、上下水道工学など、社会への実践学習とも言えるべき科目がスタートいたします。これら科目に関しては、 豊富な演習・実習も実施し、学習をサポートいたします。さらに、四年次では、ゼミナール・卒業研究に着手することになり、特に卒業研究では、教員一人が三四名の学生に対して、きめ細かくマンツーマンで指導する体制をとっております。日々の学習の様子ですが、例えば、社会基盤デザイン実習においては、 橋のデザイン、模型を作成していただいて、そちらに関するプレゼンテーションを行ったりしております。また、現場の調査・視察を通じて、構造物等の体験を行う FBL、すなわちフィールドベースラーニング、さらに、都市基盤環境実験では、様々な材料実験を行い、基本の特性を把握していただくものでございます。また、 CAD 応用演習では 3D の図面を自ら作成し、その発表を行っているといったようなことが挙げられます。また、当学科では国際的人材の育成についても力を入れております。諸外国から学生、教員を多数受け入れ、共に学び、共に研究することを進めております。文科省、 国費留学生特別プログラムを都立大学では初めて獲得し、最も教育の国際化に力を入れている学科の一つでもあります。国際的な人材の育成にあたっては、豊富な留学支援、奨学金制度によって学生をアジア圏、欧米諸国といった海外に多数派遣しております。また、専門分野における 国際コミュニケーション力の向上を目指し、英語による授業も開講しております。英語が少し苦手という方でも大丈夫です。ティーチングアシスタントの先輩が、自らの経験を踏まえサポートいたします。また、現在のコロナ禍では、オンラインツールを12分に活用し、例えば海外の大学等との合同ゼミ等も実施しております。 国際的な企業への就職も多数、近年では見られております。また、進路の状況については、学部卒業後は約6割の学生が大学院へ進学します。進路の状況の内訳としましては、観光庁、建設会社、運輸関係、建設コンサルタントが挙げられ、実際には多岐にわたる観光庁、そして、 民間企業への就職が行われているような状況でございます以上、都市基盤環境学科の概略についてご説明いたしました本学科のホームページ、また個別の説明会の機会をご活用いただければより詳しい情報等がご提供できるかと思います本日はどうもありがとうございました皆さんこんにちは 本年度の建築学科長をしている永田昭弘と申します。これから建築学科の紹介をいたします。本学建築学科は、重な重なる大学名称、学部名称、学科名称の変更はあるものの、1949年の東京都立大学発足当初から設置されている学科です。建築というのは古来、巧、妙、美 すなわち丈夫で機能的かつ美しいという3つの要素を兼ね備えるのが理想とされています今でもその考えは生きていますがそれを持続可能な形で構築していくことが強く求められるようになってきました建築学科では安全快適で美しい建築物と都市を持続可能な形で構築することを教育研究上の使命 すなわちミッションとしていますこのミッションを実現するために7つの学問分野による研究・教育を行っていますこれから順を追って各分野の説明をしていきますまず建築の構造分野について説明します建築には地震や風、自分自身の重さなど様々な力が作用しますが これらによって壊れない、安全な建築にする必要があります。建築はコンクリートや鉄、木材などの材料を用いて作られていますが、構造部材によって強度や変形成長が異なってきます。構造実験では、モックアップ模型を作成して、柱や梁といった部材の力学的性質を調べたりします。もちろん、部材だけでなく、 建物全体の特性を解析したり、実際に建っている建物の実測を行ったりもします次に、建築の環境と設備の分野について説明します健康で快適な建物を、自然エネルギーの有効利用などにより持続可能な形で作るにはどうしたらよいか音、熱、空気、光、水といった環境要素がどのように形成されるかどのように制御すればよいのか、といったことを扱います 基礎的な研究としては例えばブラインドに当たった日射の熱が部屋にどのように伝わっていくのかというような建築部材の熱性能評価に関わるものなどがあります。一方カーボンニュートラル化方策であるゼブやゼッチなどの総合的なエネルギー性能に関する研究教育も行っています建築の生産の分野では構造や仕上げに用いられる建築材料や 効率で合理的な建物の作り方に関する研究・教育を行っています。例えば右上は、車椅子スポーツで体育館の床がどのように損傷を受けるのか、それを防止するためにはどのようにすればよいのか、といったことに関する研究事例です。建物用途を変更することをコンバージョンと言いますが、左下は古民家をカフェレストランに変えた事例です。建物を長く使用していくため、 既存の建築の計画の分野では建物の空間構成や動線などと人の行動や心理整理との関係を調べどのように計画すれば使いやすい建物になるのか研究教育しています。例えば高齢者施設などを対象に建物がどのように使われているか 人がどのように行動しているか、といった調査を行ったりしています建物が集まってできたものである都市を対象に、施設の配置をどうすべきかなどを扱うのが都市の計画の分野となります建築の歴史の分野では、人類社会の営みの記録でもある過去の建築や都市の成り立ちについて 古代エジプトのピラミッドから戦後日本の鉄筋コンクリート建築までを体系的に学びますここでは中世の製造のドローン写真と現代建築の写真を表示しておりますが文献に基づいた建築史研究のほか現地を訪れて地勢から石積みまでを丹念に調査することを重視した研究を行っています最後に各分野の知見を生かして総合的に作るのが 建築の以上の分野になります左下は小泉教授が設計した横浜象の花パークでランンドスケープデザインとしてて高く評価されています右上は農作准教授が学生と一緒に施工した土にかえる素材である藁と竹を使ったタイニーハウスで圧縮したわらブロックを積み上げるストローベイルハウス工法によるものです。 安全・快適で美しい建築物と都市を持続可能な形で構築するというミッションに対してただいま説明した7つの分野を深く掘り下げると同時に各分野がが連携・共同していくことが重要です。その点本学建築学科はバランスのとれた教員構成になっています。建築学科の研究・教育分野と教員構成を示します。 少ないながらもバランスの取れた教員構成となっていますさらに各分野が連携・共同したプロジェクト型の研究・教育も行われており本学科の特徴の一つとなっていますこれは建築学科の専門科目についてカリキュラムを分野別に示したものです1年生の導入科目から基本科目、応用科目、発展科目と 各分野の内容を順に学んでいくことになります最後に卒業研究卒業設計という形で特別研究をまとめることになります建築学科の授業として建築設計製図建築デザインは大変重要な位置を占めています衣装系の教員だけでなく構造や環境も含めた教授准教授助教全教員がこの授業を担当していますさらに 本学の常勤教員だけではなく、多くの非常勤講師の先生にも担当していただいています。与えられた課題に対して、学生一人一人が設計案を作成していくのですが、途中段階で教員から丁寧なエスキース指導を受けることになります。そして、最終的な設計案を図面や模型で提案・発表し、公表を受けるということを繰り返す中で、学生が急速に成長していくのを教員は感じております。 卒業後の進路について説明します。本学科では約6割の人が大学院に進学します。就職先は多岐にわたりますが、建設業、不動産業や公務員をはじめさまざまなところで活躍しています。私学では建築学部の創設など大規模化を図るところが増えていますが、本学の建築学科は1学年の学生定員50名ですので、さほど大きな学科とは言えません。 しかしながら教員と学生の距離が近く少人数教育の利点を生かしこれまで多くの成果を上げてきたと自負しております我々教員や在学生とともに新しい建築これからの建築を探求していきませんかご清聴ありがとうございました東京都立大学都市環境学部環境応用科学科について 2022年度学科長の志々からご紹介いたします。はじめに環境応用科学科の概要をご説明いたします。本学科は工学としての科学に軸足を置く応用科学・材料科学に関する研究と教育を行っております。特に SDGs SDGs といいますのは国連のサミットで定められた持続可能な開発目標のことですがこちらをシェアに入れ地球環境と共生しながら有限な地球資源やエネルギーの下で人類や都市社会が持続的に発展していくために必要となる科学を施行しそれに貢献できる資質を持った人材を育成するということを目的としております。すなわち、 こちらの赤色に部分に示しましたようにエネルギー、材料、環境、バイオに関する応用科学を中心に研究と教育を行っております。こちらには本学の標準的な履修科目というものを示しました。情報量が多いのですが、詳しくお知りになりたい場合は、 動画の一時停止などをご利用くださいどの大学でも共通することでありますが12年生のうちには各部学科の垣根のない全学共通科目つまり教養科目を履修しますこれと並行して専門教育科目つまり応用科学に関する科目を履修することになります。専門科目の講義は一部 1>, 1年次からありますが2年次、3年次に多く履修することになります。専門科目はこのように応用科学の各分野に対応した科目を含んでいます。そして4年次では1年間卒業研究を行います。赤色の文字で示しましたのが必修科目といいまして学科の学生皆さんが 全員履修すなわち単位取得しなければならない科目です。これらの必修科目を含む、くで囲みました5つの科目群が学科の特徴でありますので、以下個別にご紹介いたします。1つ目は、1年次に開講されております、環境応用科学基礎セミナールです。こちらは、 能動的・主体的で自立した学習習慣への転換を目的にアクティブラーニングを中心とした多彩な教育プログラムを実施しております大学は履修期間が4月から9月までの前期10月から翌年3月までの後期に分かれておりましてそれぞれ15週講義がございますこの科目では前期において 実験を行いながらレポート作成法などを学習し後期では英語やプレゼン発表に関する能ト的なプログラムが組まれております。2つ目は応用科学英語です外国人のネイティブの先生による英語によるコミュニケーションを重視した内容の授業があり将来国際的に活躍できる人材育成を行っております。 3つ目は専門科目講義に関することです。多様な結局バックグラウンドを有する教員による授業科目が提供されております。これは4年および大学院で実施する研究活動の基礎となる部分で大変重要でありますので予習復習をしっかりしてもらうよう工夫がなされております。つまり予習復習を習慣とする環境として ウェブ予習テストやウェブ学習到達度テストを実施していますまた一部の科目では双方向の授業も実施しております4つ目は学生実験です理系の応用科学に関する学科ですのでこのように白衣を着てみんなで実験する実習科目がありますこれは2年次と3年次に行われまして科学の様々な分野の実験を行い 科学の研究者として必要な実験技術を身につけます。五つ目は卒業研究です。四年次では研究室に所属することになり、一人一人がオリジナルの研究テーマに挑みます。一年間の研究成果は特別研究発表会で発表し、卒業論文としてまとめます。 こちらの写真にお示ししましたように電子顕微鏡でありますとか分子の構造の決定に欠かせない NMR といった大型装置これを実際に学生さん自らが操作して研究を進めることになります。このような先端研究に必要な設備も大変充実していますのが本学科の特徴です。こちらには、 4年次で配属されることになります研究室名と所属する教員のリストを示しました11の研究室で構成されております文字だけでは分かりにくいのですが応用科学分野の様々な分野を専門とする研究室で構成されておりまして1学年がおよそ60名ですから毎年6名程度がそれぞれの研究室に配属されて研究を行います 各研究室の行っている詳しい研究の内容につきましては、後ほど紹介いたします学科のホームページをご覧になってください。研究を通して専門的な人材を育成するということは、大学の重要な使命の一つです。こちらには、環境応用科学科のパンフレットから、研究に関する部分についてご紹介いたします。基礎となる科学分野をベースとして、 新しい材料開発を通じて、環境・エネルギー・バイオなどで利用可能な応用研究を展開しております。特に環境応用化学科が中心となり、水素エネルギーを対象とする水素エネルギー社会構築推進研究センターは、東京都とも連携しながら推進している特徴あるプロジェクトの一つです。こちらの網掛けの部分につきましては、次のスライドで紹介いたします。 こちらには環境応用科学科の卒業生の進路を示しました一番左の円グラフは大学4年生の卒業後の進路ですおよそ80%の学生さんが大学院に進学し引き続き同じ研究室で研究を継続しておりますこのように応用科学の技術者として活躍するためには 大学院まで継続して研究活動をすることが必要であるということを意味するものです中央の円グラフが博士前期課程、すなわち修士、2年生、修了時の進路になります約80%の学生さんが科学分野を中心としたメーカーの研究開発部門に就職しておりますさらに博士後期課程に進む学生さんもおられます このような環境応用科学科の研究力は世界的にも高く評価されておりまして例えば大学ランキング2017におきましては国内論文引用度指数引用数指数で科学分野第7位材料科学分野で第9位と高く評価されておりますさて時間が限られておりますので概要部分のご紹介しかできませんでしたが より詳しい情報につきましては学科のウェブサイトをご覧ください、えー。東京都立大学環境応用科学科のキーワードで検索しますと本学科のウェブサイトにアクセスすることができます。特にこちらの学科学域の紹介,、えー、紹介部分からこちらに示します2種類のパンフレットを PDF 版としてダウンロードすることが可能です。えー、入試の案内ですとか 各研究室の詳しい紹介などもありますのでぜひこちらもご覧ください。えー、本,本学のキャンパスは、えー、駅の近くの便利な場所にありながら周りには自然豊かな森もあり季節感を感じることができる大変良い環境にあります。えー、環境や科学は主にこちらに示します、えー、9号館で研究活動を行っておりこちらの11号館 その奥にあります12号館を講義などで利用しています。では、皆様が入学され、ともに活動できることを楽しみにしております。ご静聴ありがとうございました。これから、東京都立大学都市環境学部観光科学科を説明します。私たちは、ウィズコロナ・アフターコロナの新しい観光を提案するため、 観光科学するというキャッチフレーズで地域や産業に寄り添った研究教育を展開しています日本のほとんどの観光関連学科がいわゆる文系の研究教育を行っているのに対し我々観光科学科は理系学部に設置された日本で唯一の学科です主として理学・工学のアプローチでかつ 多様な学問分野の視点を研ぎ込んだ多面的な研究教育を実践しています観光科学科は自然環境マネジメント領域地域計画マネジメント領域行動経営科学領域で構成しています具体的には自然地域や都市空間を管理活用するための学問 旅行者や事業者の行動メカニズムを理解するための学問、情報の取得や提供を効果的に行うための学問を掛け合わせ、観光現象を解明し、観光振興の議論を実践し、観光政策・計画を立案できる人材育成を行っています。そのために 自然や地域の資源の保全・活用、観光地の経営に興味を持ち、観光を通じて人に夢や活力を与える意欲がある人を求めています。観光科学科では、観光に関わる多様なデータを収集し、 それらを多様な解析技術や地図表現を通じて多角的に理解し事業提案や計画立案に結びつけるための知識とスキルを多様な講義と全教員が関与する特徴的な演習を通じて体得できます国際的に活躍できる人材育成を目指し一部の講義は英語で提供しています 講義で学んだ知識やスキルを定着させるための集大成として2年生後期と3年生前期の1年間にまたがり全教員が参加する観光科学プロジェクト演習があります。これは現実のプロジェクトを模した課題に取り組むプロジェクトベーストラーニング型の演習で観光科学科の理念を追求する看板プログラムです。 時には学外に飛び出して先端的な観光地域づくりを現場で体感する実習講義もあります。観光科学科には十五名の常勤教員が所属し、単独または連携により魅力的な実践型研究を展開しています。例えば。 旅行プランを自動的に作成してくれるアプリケーションの開発町工場を観光資源化して町づくりと産業再生に貢献する研究希少性の高い野生生物の行動分析の知見に基づいたツアーの提案など新しい観光の姿を模索する魅力的な研究を多数展開しています。 観光科学科学は一般選抜をを含め、多様な入り口を用意しています。一般選抜の前期入試は理系型の入試後期日程は文系の学びにも対応できる小論文を中心とした入試です推薦入試の一部はリーダーとして国際的に活躍したい人材に向けたグローバル人材育成入試としています。 観光科学科は理系であることから他大学の観光系学科と比べても大学院進学率が高くなっています旅行運輸 ICT 金融不動産などの幅広い業種や行政公的機関にバランスよく卒業生が就職しています博士前期課程就業生は高い専門性を生かしコンサルタント 運輸、ICT に就職すする割合が高くなっています観光科学科についてさらに知りたい方は観光科学科オフィシャルホームページにアクセスしていただきますようお願いいたします学生や教員の研究を通じた活躍の状況を知ることができるとともに 学生、教員の生の声をお知らせをする学生が編集するメディアも閲覧することができます。皆様のお越しをお待ちしております。これから都市政策科学科の学科紹介をいたします。学科長の相場と申しししまますすどうぞよろしくお願い,いたします内容は 都市政策科学科の概要、カリキュラムと特徴的な事業科目、卒業後の進路についてご覧いただき、最後により詳細な情報のご提供について紹介させていただきます。都市政策科学科は2018年4月に新学科として発足し、5年目を迎える新しい学科です。都市政策科学科のミッションは、 大都市が抱える複雑な都市問題を創造的に解決できる人材を育てるということになります。これを私たちは都市をプランニングできる人材と呼んでいます。このプランニングとは都市のステークホルダーのニーズを引き出しながら人口減少やグローバル化、財政問題といった様々な条件を見据えながら課題を解決するための実現策を組み立てていくことを意図しています。そのためにはグローバルな視点で あるべき都市像を描き、実現するための制度、政策を立案し、人々とともに実現していくことが求められます。そのために分離の垣根を越えた、トータルな力を養っていく教育が求められていると考えています。都市の課題とは非常に幅広いものですが、都市政策科学科では重点的に取り組むべき都市の課題を 五つに分けて整理をしています。一つ目が気候変動や生活環境などの環境の維持、向上の課題。二つ目が介護や孤立、そして公衆衛生などの高齢化、健康、福祉の課題。三点目が地域経済や活性化などの産業の発展の課題。四つ目が 近年特に激甚化している災害に対する防災・復興の課題そして地域コミュニティ外国人やダイバーシティなどの包摂に関わる多様な人々の共生の課題となります。これらの都市の課題に取り組むためのアプローチの特徴を環境分野の例で説明したいと思います。 都市の課題に取り組むにあたって、3つの段階があります。1つ目は、気象や地質といった純粋科学によって課題を分析する段階です。次に、土木工学や建築学などの工学によって技術的な解決を考える段階があります。その上で、都市政策科学では、それらの分析や技術を どのように社会に実装していけば課題が速やかに解決できるのかということを考えます。具体的には、例えば都市緑地の適切な維持のためには、都市計画や法律で規制が必要なんだろうか都市緑地の多様な価値を判断し、評価し、可視化することができないだろうか費用対効果はどうだろうか担い手は行政なのか市民なのか ?NPO なのか といったことを考えていきます。そのために必要な勉強としては、都市計画などの計画学や空間情報分野の学問、また法学、行政学、経済学、社会学といった社会科学となってきます。こういった教育を提供するのが本学科の特徴です。防災復興分野についても同様です。都市政策科学科では、 この社会科学、計画学、またそれらの基礎となる統計や空間情報などに該当する部分の教育研究を担っています。都市政策科学科の教員スタッフはこのような構成となっています。それぞれの教員の横に専門とする分野が書いてありますけれども、実にさまざまな分野で構成されており、 いわゆる文系や理系の垣根を超えた学際的な学科であるということが分かると思います。次にカルキュラムについて説明いたします。カルキュラムはこの図の通り5つの都市課題に3つの学術分野からアプローチするという構造になっており、これを段階的に学んでいきます。2年生後半からの専門課程が基礎から学ぶ 課題から学ぶ、現場とつながれながら学ぶと分けられます。前半の基礎から学ぶは、法律等の制度、都市工学的な空間、社会学的な社会の分野を広く学びますが、学生それぞれ重点を置いて学ぶこともできます。中盤の課題から学ぶは、先ほどの5つの課題について、 学生の関心に合わせて重点的に学習していくこととなります。最後の現場と繋がりながら学ぶは、それら受け身の学習から自分で考える実践的学習を行うことを考えています。また、最近大学の一つの使命とも言われているキャリア形成にも重点を置いて、都市課題の現場で活躍している専門家や OB、OG から実践的な話を聞けるような科目も用意しています。 実際の科目としてはこのようなものがあります。ここからいくつか特徴的な事業科目について説明したいと思います。基礎から学ぶ科目では、統計や空間情報、都市に関わる制度や政策、空間の捉え方やその表現方法などを勉強し、専門科目で深めていきます。 プロジェクト型総合研究、課題別総合研究では、全員が必修の授業で、都市課題に対する調査研究の実習を行っていきます。ここ数年は、新型コロナウイルスの影響で、オンラインのグループセッションを中心にしていましたが、フィールド調査や現場での実習が再開されています。 また、東京都庁や自治体の協力をいただいて、インターンシップを通じて政策課題を研究する科目も準備しています。これは単なる職場体験ではなく、実習先の政策課題を発見し、夏休み中のインターンシップの体験を踏まえて課題研究を完成させるというものです。このスライドでは、事業や交流など、 学科での生活の様子を写真で紹介をしています。あまりこう机に向かって勉強しているようなイメージもがちょっとありませんけれども、そういう授業ももちろんあります。こちらは大学院の授業風景も少し入っております。次に、卒業後の進路をご紹介いたします。 都市政策科学科は2022年3月に最初の卒業生を送り出しました。公務員、公的なサービスを担う公益企業や民間企業に進み、都市づくりや都市政策の担い手と,となっています。最後に、大学説明会等でよくご質問いただきます内容。 ついていくつか掲載をいたしましたこちらはお時間があるときにご覧いただければと思います学科についてさらにご関心をお持ちいただけましたら詳細な情報については大学案内や学科のウェブサイトをご覧ください教員の模擬講義やミニ講義等へのリンクもございますのでぜひそちらもご覧ください では、ここで、都市政策科学科の紹介を終わります。ご覧いただき、どうもありがとうございました。